市川祐一は、日本の政治家、公明党特別顧問、衆議院議員、公明党国会対策委員長、公明党書記長、新進党政務会長、新進党副党首、公明党副代表、公明党常任顧問などを歴任した。1935年1月25日、神奈川県川崎市に生まれる。1957年3月、早稲田大学。 第2小学部を卒業。総価学会参謀室長を務める。1976年12月5日、第34回衆議院議員総選挙において、旧公明党公認で、旧神奈川2区から立候補し、初当選。公明党機関支局長、公明党副書記長に就任する。1986年12月、公明党臨時党大会で、 公明党国会対策委員長に就任する。1988年、国会で折衝を重ねた、竹下内閣官房副長官の小沢一郎と意気投合し、後々まで名誉関係を結んでいく。1989年5月、公明党委員長の矢野淳也が、名電工事件に関係したことにより、公明党執行部は総大臣する。それに伴い、 公明党書記長に就任。1990年2月18日、第39回衆議院議員総選挙において、公明党が議席数を減らすと、それまでの社会党との共闘志向を修正する。信仰のある自民党幹事長の小沢との関係を強めた。さらに民社党書記長の米沢隆を交えた親密な関係は、後々までワンワンライスと呼ばれた。 1993年6月、宮沢内閣の不信任決議案が成立すると、公明党は自民党を離党した羽田派が結成した新政党と連携する。同年7月18日の第40回衆議院議員総選挙において、自民党は議席数が過半数割れとなり、政権交代が実現した。 同年8月に発足した細川内閣において公明党からは公明党委員長の石田光志郎ら4人が入閣し、市川は公明党書記長として党執行部運営の最高責任者となった。1994年12月、公明新党を経て新新党の結成に参加し、新新党政務会長に就任する。1995年7月23日、 第17回参議院議員通常選挙での新進党の躍進に力を振るうが、このことが自民党による新進党イコール総価学会との批判を呼び起こすことになった。長年続いてきた小沢との密月関係も次第に亀裂が生じるようになり、1995年12月に行われた新進党党主選では小沢に対抗して立候補した。 羽田勤とを支援するが、小沢は羽田を破り党首に就任。市川は新進党副党首に就任する。1996年10月20日、第41回衆議院議員総選挙において、新進党は議席数を減らす。1997年10月、新進党党首の小沢と公明代表の藤井、富夫との会談で、当初年内に予定されていた。 公明の新新党への合流が見送り白紙となる。新新党は元首相の細川森広も離党するなど党内が分裂状態に陥り、同年12月に回答された。1998年、元新新党の公明新党出身議員は新党平和を結成し、市川は新党平和副代表に就任する。1998年11月、 公明党が再結成され、公明党副代表に就任する。1999年10月、自公連立による小渕内閣が発足、公明党常任顧問に就任した。1998年、元公明党委員長の竹入義勝が、朝日新聞に55年体制の回顧録を連載した際は、同詞上で反論を行うなど、竹入を批判する中心となった。 2003年10月、衆議院解散と同時に政界を引退し、党常任顧問に就任。2004年には、党常任顧問を退き、党名誉顧問となるも、2005年に、党名誉顧問も退いた。異語党役職にはつかず、総科学会東海道方面参与、総科学会川崎総研総主事となった。また、第三文明党に政治評論を寄稿するなど、 執筆活動を行った。2005年以降は目立った、党活動はしていなかったが、2010年1月、再び党上任顧問に就任し、党最高幹部に復帰した。市川の顧問復帰について、公明党幹事長、井上義久は、参院選勝利に向け、OB への働きかけや、党再建にアドバイスをいただきたい。全く考えていないと説明した。 2014年10月、再び当常人顧問を退き、当特別顧問に就任する。2017年12月8日、神奈川県内の病院で死去。82歳没。死因は不明。12月14日に公明党によりその死が明らかにされた。ありがとうございます。